こんにちは、Gです。今回も引き続き VMware のお話。前回はマンジャロ、つまりアーチ系 Linux の実施例をご紹介しました。今回はデビアン系として Ubuntu、そしてレッドハット系としてフェドラを実装していきます。 22.10 キネティッククーリューを画面のサイトからダウンロードします。 Ubuntu から始めるんですが、最新版 23.04 はインストールでトラブルが起きます。マンジャロでも同じでしたよね。 VMware17 は4月にアップデート、多くのディストロも最新版は4月公開なので、 VMware の対応が間に合ってない。カーネル6の対応はどうなってるんだろう。なので Ubuntu 22.10 を使ってインストールして、後から 23.04 にアップデートします。VMware を起動して新規仮想マシンの作成をクリック。インストーラーディスクイメージファイルで Ubuntu 22.10 を指定して次へ。 Ubuntu だと簡易インストールが利用できます。設定が簡単で、かつ OpenVM Tools も自動インストールされます。フルネーム、ユーザー名は同じで構いません。パスワードをタイプして次へ。仮想マシン名は何でも構いません。ここでは Ubuntu にします。場所は作業ファイルの場所を指定するんですが、ここでは Ubuntu 用にフォルダーを作ってそこを指定して次へ。ディスクサイズは 20GB、 仮想ディスクを複数のファイルに分割を指定。他は自動設定されますので完了をクリック。インストーラーが自動起動します。初期設定画面が表示されたら、キーボードはジャパニーズジャパニーズを指定。他の設定はデフォルトのままで次に進めます。タイムゾーンは東京。ユーザー名、PC 名とパスワードタイプでインストールが始まります。インストールが終わるとリスタートされ、Ubuntu が起動します。セッティングスを起動し、ディスプレイズで画角を 1920×1080 に指定。まずは案内に沿ってアップデートしておきます。次にソフトウェアアップデーターを起動すると 23.04 にアップデートがあると案内されるので、アップグレードボタンをクリック。時間はかかりますが、最新版にした後で日本語入力やツール類などを導入します。CD とフロッピーが表示されているのを削除します。一旦終了して仮想マシン設定の変更をクリック。CD、DVD とフロッピーを削除。再度 Ubuntu を起動。OpenVM Tools は自動インストールされているはずなので確認。ターミナルで
画面のように手動インストールを試してみたら、ちゃんとインストールされてましたね。日本語入力は画面の2行を個別にタイプ。ランゲージサポートを起動して、付属する日本語パッケージやフォントをインストールします。ランゲージ言語リストで日本語を最上位に移動。ログアウトしてログインし直すと、標準フォルダを日本語化できます。Phytex 5 Config を起動して、日本語キーボードとモズクを設定します。日本語入力はこんな感じ。ターミナルで画面のようにタイプして VLC を導入します。動画再生してみます。動画を見ようとすると、例によってビデオアプリは動作しない。VLC だと問題なく動作していますね。動画再生はできて当たり前で試すまでもないんですが、ちょっと前の Ubuntu バージョンで VMware で音が出ないトラブルがあったので試さないといけない項目でした。ブラウザーもついでにテスト。動画、音声とも問題はないですね。スナップ版なのでちょっと遅いかもです。画面のサイトを開きます。インテル AMD システム向け Fedora Workstation 38 Live ISO を選んでダウンロードします。VMWare を起動して新規仮想マシンの作成をクリック。インストーラーディスクイメージファイルで画面のファイルを指定して次へ。 Fedora も簡易インストールが利用でき、最小限の設定でインストールできます。仮想マシン名は Fedora に、いや何でもいいんですけど。作業ファイルの場所は他の仮想マシンと同じ階層に VM Fedora というフォルダを作りました。ディスクサイズは 20GB、 仮想ディスクは複数に分割を選び次へ。ハードウェアをカスタマイズボタンをクリック。メモリーは 4GB で、プロセッサーはプロセッサーコアを2にして閉じるボタン。完了ボタンで Fedora が起動します。スタートライブ Fedora 38を選んで Enter キー。しばらくして Fedora が起動して Welcome ウィンドウが表示されます。インストール Fedora ボタンをクリック。言語は日本語を選んで続行。インストール先がエラーになってて終了しか選べない。インストール先をクリックして詳細ウィンドウを開き、ハードディスクを選択し直して
完了ボタン、インストールの開始ボタンをクリックしてインストールを開始。インストールが終わったらリスタートします。起動後、セットアップウィンドウが表示されます。設定を進めて、ユーザー情報ではフルネーム、ユーザー名は同じで構いません。パスワードをタイプして終わりです。 Fedora ではディスプレイの設定なしでフルスクリーンアイコンクリックだけで全画面表示になります。まずは最新の状態にアップデートします。端末を起動して画面のようにタイプ。これ結構時間がかかります。終わったらリブートします。次に必要なソフトをインストールしておきます。ソフトウェアを起動して GNOME Tweaks を検索してインストール。続いてエクステンションマネージャーを検索してインストール。 Tweaks を起動してフォントを選択。フォントを画面のように変更します。端末を起動して画面のようにタイプ。画面のようにタイプしてファイテクス5の番号をタイプして日本語入力を切り替えます。続いて環境ファイルを置く場所を作成します。画面のようにタイプ。次にテキストエディターを開いて画面の4行をタイプ。隠しファイルを表示にしてエンバイロメント D のパスに 00-phytex5.conf の名称で保存。もう少しです。エクステンションマネージャーを起動。探しタブを選び、KIM パネルで検索して、インプットメソッドパネルをインストール。一度リスタートします。画面右上のキーボードアイコンから設定を選びます。Phytex の設定が起動しますので、入力メソッドではキーボード日本語、モズクとなるよう設定。グローバルオプションタブで日英の切り替えキーを割り当てます。日本語入力はこんな感じです。いつものビデオアプリは動作しませんが、コーディックが足りないとアラートが出て、インストール後は動作しました。VLC をインストールして試してみると、音飛びがひどい。困った時は SM プレイヤーということで、インストールしてみると音が出なかったり音飛びしたり。端末で画面のようにタイプして VM ツールズがインストールされているか確認。問題はないようですね。サウンドトラブルの原因は不明ですが、コーデックかサウンドバッファーなど
VMware の設定の問題かと思います。最後はブラウザーで YouTube 動画再生です。頭出しで音飛びがあります。以降はそれなりに動いてるように見えるんですが、実は 720p 再生です。実際のところ動画再生はちょっと無理かな。フェドラは動画再生が弱いのか、 VMware の設定値が最適化されていないのかもしれません。いずれにせよ動画利用が多い方はフェドラは避けるべきです。 VMware またはフェドラのアップデートを待ちましょう。2回にわたって VMware の実施例をご紹介しました。マンジャロは公式サポートがないのに最も安定して動作している。 VMware だと OS を切り替えながら比較できるので面白いですね。ご覧いただきありがとうございました。七夕の季節です。織姫と彦星はラブラブすぎて仕事をしない。神様が怒って天の川の両岸に二人を引き離しました。ただ七夕の日だけはデートが許される。でも雨が降ると水かさが増して会えない。ロマンチックな話で子供の頃は短冊に願い事を書いてましたね。でも今は川や水の話だと静岡県知事の無茶ぶりが思い浮かぶ。うなぎパイ不買、黒はんぺん不買。ではまた次回。